皆様、本日は第68回水島港まつり第6回水島よさこいにお越しいただき誠にありがとうございます。本当にこの寒い中、踊り子の皆様、元気なそして熱い踊りをいただき、また観客の皆様は笑顔で熱い応援をしていただく、このような一体となったこの空間、新しい風をいただき、水島の町も本当に喜んでおります。ありがとうございます。大賞をオールウェイズよさこいチーム、おめでとうございます。多くの36チーム県内外から1200名もの踊り子の皆様、どうもありがとうございました。水島の町の魅力は、瀬戸内海、高橋川の自然に囲まれ、工場群、農業という力強い産業を持った魅力ある町です。この町の魅力を伝えていく、地域の方と一緒になっていく、それがこの港まつり水島よさこいのいいところです。そこをよさこいのこの皆様の力を借りて、地域の方々と共に今日楽しく過ごせたこの時間は大変大切なもので、大変嬉しいものでありました。本当に踊り子の皆様、寒い中ありがとうございます。皆様に笑顔を与えていただきました。また今日のイベントに大変尽力をいただいた地域の皆様、スタッフの方々、ボランティアの方々、準備から当日の運営まで誠にありがとうございました。そして何より、やはりこの寒い中でも最後までいていただいた観客の皆様、誠にありがとうございました。皆様の笑顔と大きな声援が踊り子の方たちに大変力を与えたことと思います。水島港まつりは地域の方々と一緒になって水島の魅力を伝えていく、絆を深めていく場であります。よさこいという踊りを2年前から使って、いただいて、一緒になってやっている祭りです。68回という港祭り、この歴史のある祭りの中で、今はよさこいというものをと一緒になって、これからの文化を作っていこうと思っております。来年もまたこの水島港まつりに皆さん、ぜひともご来場ください。踊り子の皆さん、来年も来ていただけますか。ありがとうございます。来年は11月22日土曜日、開催が決まりました。皆様のお越しをお待ちしております。地域の皆様、また来年も一緒になって盛り上がっていきましょう。本日はどうもありがとうございました。丸山社長委員長、ありがとうございました。以上で第68回水島港まつり第6回水島よさこいは終了となります。お帰りの際は十分